結構半食えるタレになるんで。タイミング開けました。ということで今回はですね、オフモードなんで、僕がいつもね料理研究家として山みたいになってますけども、僕がじゃあ普段どういうものをね食べてるかと、料理研究家じゃねえ時にそういうものをですね皆さんに知らしめたい、料理研究家の真実をここで皆さんに暴露したいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料いきます。まずですね、この魚肉ソーセージね、めちゃめちゃ安くてね、めちゃめちゃタンパク質が取れるんですよ。僕がサラリーマン時代にめちゃくちゃお世話になったやつですね。であとバター、これだけねちょっと、ね、高いんだけどね。でも僕バター好きだったからバター、あの家にあったんですよ。あとご飯、あと小ネギね、あとニンニクで、ニンニクなんですけど今回生の使うんですけども、チューブでもいいです。給料日前に食べるご飯なんで、まあ、チューブでもいいんですけども、今回は生の方がちょっとあの豪華さが出るんで生使います。なんかどこぞ あのバズり料理研究家みたいなやつはなんかあの酒飲んで盛り上げながらやってるらしいですけど、僕そんなことしないんで、はい、早速やっていきたいと思います。普段酒飲まんでしょうね。はい、じゃあやっていきます。で、魚肉ソーセージをまず開けます。みんなね、魚肉ソーセージこのまま食うでしょ。焼き目つけるとすっげえうまい。これ切っていくんだけど、これね、結構ボリュー、結構ね1本でご飯1膳食べられちゃうぐらいボリュームあるんだけど、こんな感じね。で、あのね、こうやってねこう格子状につけていく。まあ本当はねこんなことしないんだけど、はい、こんな感じ、こんな感じ。こうするとね、あのタレがね染み込むんですよ。こんな感じ、こんな感じ、はい、で、それ全部つけてる。めんどくさかったらやんなくていい。ニンニクも、まあ、チューブだったらチューブでいいけど、じゃあもうあの焼きの工程いきますか。はい、じゃあまずバターで、ちょっと強めのチューブで。ただ今日はね、二日酔いじゃないんでね、あの、すべて、寝比べ。魚肉ソーセージってそのまま食べると肉っぽくないじゃないですか。これね、焼き目をつけることですごくね、食べ応えがある。この間、あのピョン吉を着て動画出ちゃったから、外にそのピョン吉を着て出なくなった。まあ、なんかどこかで見てる人がいたらと思います。で、全面焼けました。そしたらタレ、肉これだけしかないじゃないですか。だからタレが一番重要なの。お醤油大さじ1、もうねタレの味で食わす。みりん、このタレはね、あのぶっちゃけこれあの魚肉なくてもうまいから。で、チューブでもいいんだけど、ニンニクね、半かけ分ぐらい。で、味の素、味の素3分。これで醤油の角と、手分けします。で、ちょっと煮詰めて、煮詰めながらこう絡める。これ、もうね、匂いでね、うまいわ。これぐらい煮詰まるとすっげえ後半食えるタレになるんで。じゃあ盛り、あの、あったらでいい、この盛りね。はい、で、この今日のメインディッシュ、うまそうだね、これ。給料日前でもごちそうがいただける。で、残ったこのソースっつうのはめちゃくちゃご飯食えるんで、じゃあ、まあ、僕はね、あの普段からこういう味も好きなんで、ちょっと濃いめになってます、はい、これを全部全部かけちゃう。回すでしょ。最後に黒胡椒、あ、パラパラと。これで、ほぼステーキ。はい、はい、これで俺の朝飯完成です。
じゃあいただきます。男は黙って見ず、いただきます。あとあのわさび、このステーキソースにわさびは、好みね。ニンニクダレがめちゃうまい。このタレがあるとね、ご飯いくらでも食えんだよね。あとね、魚肉ソーセージはね、これ魚肉ソーセージかっつうぐらいね、めちゃめちゃ風味が良くて、焦げ目が香ばしくてうめえ。ああうまかった。いやこれね、全部食いてんだけど、これからまたあの料理のお兄さんなんなきゃいけないんで、めっちゃやるか。嫌いじゃないんだけどね、たまには気合い入れなきゃいけないってこともあるよね、人間だからね。ということで、風量でうまいステーキ丼、めちゃめちゃうまいんで、皆さんもがっついてますね。じゃあ俺これからシャワー浴びて料理のお兄さんになってきます、ね、よろしくお願いします。普段はね、なんかこうするんですよーみたいなのやってるんですけど、ちょっとこれモーニングルーティンなんで、あの真実の俺を見せなきゃいけないんで、いつも料理研究してるときこんな感じですね。いつもリュウさんってあの研究なんか普段料理作るとき絶対飲むんですよねとか言われますけど、そんなわけないじゃんね。そしたらもう肝臓いかれてお釈迦になりますよ。皆さんもあの僕はあんな感じでやってますけども、毎日あんなテンションだと思ったら大間違いですからね。そういう幻想は抱かないといいですよ。実際こんなもんですよ、料理研究家って、うん、多分ね、大半の YouTuber がこんな感じだと思った おそらくね、俺の予想だけど、ね、